オリアンティ・パナガディスは、オーストラリアアデレード出身のロックミュージシャン・ギタリスト。オリアンティの名義で、歌手活動も行っている。マイケル・ジャクソンの復帰コンサートとなる予定であった、ディス・イズ・イットにリードギタリストとして参加したことを、きっかけで知名度を上げる。身長160センチメートル。オリアンティは、オーストラリアのアデレードで、ギリシャ人の血を引く一家に生まれた。 父の影響を受け6歳からアコースティックギターをはじめ11歳でエレクトリックギターを手にした。そして作曲と演奏に専念するため15歳の時に学校を辞めた。14歳の時からイングランドとフランスでいくつかの親しいバンドとセッションしてきたが15歳の時からスティーブ・ワイのサポートアクトとして本格的なキャリアをスタートさせ18歳にして カルロス・サンタナとの共演を果たした。2006年にゲフィンレコードと契約し、2008年にはサイモン・フラー率いる19エンターテインメントからマネージメントを受けることになった。現在はロサンゼルス在住である。これまでにプリンスとの共演、エリック・クラプトンが主催したクロスロードギターフェスティバルへの参加などの実績を積み重ね、 12人の偉大な女性歴ギタリストの一人に名を連ねている。2007年の第51回グラミー賞ではキャリー・アンダーウッドのバックバンドの一員として演奏した。2009年マイケル・ジャクソンのコンサート This is It のリードギタリストに起用された。このことについて彼女はと語っている。コンサートそのものは6月25日に マイケルが急死したことで幻になったものの、リハーサルを記録した映画、マイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットでは、ステージにおける主要なメンバーの一人として取り上げられ、7月7日の追悼コンサートにも出演も、相まって、マイケルとの共演が彼女の代表的な実績として語られるようになった。そして、彼女名義の活動では、アルバム、ビリーブに収録されている。 According to You が2009年10月7日付の iTunes シングルオブザウィークになった。また、ギターとして We Are the World 25 Years for 配置も参加した。2012年、日本のロックバンドラルク・アンシエルのトリビュートアルバムに参加し、ネオユニバースを担当。CNN エンタテインメントの記事中で私の祖母がオリアンティ。 彼女はギリシャの小さな島から移住してきたの。私は半分ギリシャ人、もう半分はオーストラリア人だわ。と語っている。ABC The Age レディプレイズザブルースサンタナーマングファンズパトリック・ドノバン記者2007年7月7日 ABCNNAC360 ブログハットオリアンシー・オン・マイ・スプイスハットアデレード・ミュージシャンオリアンシー・ワズマイケル・ジャクソン エスギターリストバイ、カーリー・クルフォードケイト・キリアク・サンデー、メール・ジュライ・レーゴ、2009午前12時1分、リリーブド2090-17ハット・ネウ・ス・デ・アイ・ドット・コム、ハット・キャリー・ニュースハット・シー・エム・ティ・ニュースハット・ティ・イ e エ・ o ヌ・エ・ i イ e c ドット・コム、ハット・ギタリスト・オリアンシー・パネガーリス、ゲッツ・スクリーン・タイム・イン、ディス・イズ・イット、ボストン・ヘラルド・アーティクル・バイ・ジェド・ゴット・リーブ・フライデー、 オクトーバー23-2009ありがとうございます。